はい、今週もいただいた、お便りをね、紹介したいなと思っております。これ聞いてる人にはね、関係してる人としてない人といるんだけど今イカヒコの方もチャットワークからミーウィーに、2月から移ってね、ミーウィーって何っていう人はFacebook の、違うやつって覚えてもらえばいいんだけど、そっちに移って投稿をね、やっぱりね、ラジオで聞いてお便りを出すって、ハードル高いんだよね。だって時間取られちゃうから、1分2分じゃ聞けないし、こう毎日20分とか聞かなきゃいけないから、暇人しか無理ですみたいな、ことだもんね。だからハードル高いのに、書いてくれてる人はありがたいんですけど、そのMeWeの方はね、文章で僕が書くから、それにね、反応して、ね、投稿してくれる人がいっぱいいて、やっぱりラジオを聞いて反応するっていうのは、敷居が高いなと思ったね。だから思ったからこそ、続けた方がいいね。ヤスキに流れちゃダメだよ。文章読んでコメント書くのは大したことないから、このラジオを聞いてコメントを書くっていうのはよほどのことだよ。よほどの胆力がないとできないでしょ。ましてや今週はさ、1から4まで音楽と演劇とカフェっていうシリーズものだったから、なんかちょっとまとめて4本聞くのもなっていう気になるよね。だ1、2は聞いたけどちょっと3、4はまだですとかね、3だけ聞いたけどちょっとよく分かんなかったですとかっていう人もいるからね。それでもいいんですよ、別に。そういうもんで。はい、ということで今週の届いたお便りについて、ご紹介していきましょう。イカヒコ深夜便の45味覚について、彦坂さん、長年考えているのですが、餃子はすごく美味しい餃子から大して美味しくない餃子まで食べられるのに対し、春巻きは美味しい春巻きしか食べたくありません。好物なのは餃子の方。こういうのは他にもあって、こしあんは大抵いけるけど、つぶあんは美味しいのしか食べたくない。だからなんだって話なんですけど、味覚について考えるとき自分のことなのによくわからなくてムズムズします。ちなみにスターバックスはヘーゼルナッツシロップの匂いが苦手で行かなくなりました。これあるね。餃子はすごく美味しいから、大して美味しくない餃子まで食べられる。だから餃子だったらストライクゾーンが広いってことだよね、餃子好きだから。だけど春巻きはそれほど好きでもないから、だからこそ本当に美味しいのしか食べたくないっていう。これね、こしあんとつぶあんの話とちょっと並列に紹介されてるから話ごっちゃになってる気がするけど、豆乳と牛乳の話に近い気がする。どういうことですかって思った今。牛乳ってさ、そんなに牛乳の差ってないよ。美味しい牛乳、美味しくない牛乳って、あるって言ったら、加工乳は別よ。加工乳とかっていうのは別だけど、牛乳ってね、そんなにメーカーによってね、大差ない。みんなどれも牛乳の味だよ。水っぽいね。パスチャライズド牛乳、
ノンホモ牛乳、まあいろいろ牛乳ね、飲み比べてるけど、そんなに違いない。あ、卵もそうね。卵もね、美味しい卵、なんちゃらかんちゃら卵ってあるけど、まあ、鮮度はあるよ。まあ牛乳もね、紙パックか瓶かっていうのあるよ。だけどね、そんなにね、言うほどね、卵と牛乳は差がない。多分養鶏、卵作ってる人も牛乳作ってる人も、まあもうある程度の一定の基準が決まってて、そんなに違わいがあるように、むしろ作っちゃダメなんだろうね。いや、飲んだことないけどガソリンだってそうだと思うよ。俺そのエッソとさ、エネオスとさで、そんな牛ガソリンに差があったらダメでしょ。エッソだったらたくさん走るけど、エネオスってね、だから基準があるんだと思う。でそれに比べて豆乳って基準が甘い気がするね。なんかこうサラサラしてるのも濃厚なのも、ちょっと甘いのも甘くないのも全部ひっくるめて豆乳じゃない。だからあれはさ、豆乳に対して、まあ豆乳文化が日本で浅いってことだろうね。多分中国なんか行ったら、もしかしたらもっと豆乳については厳格な何かがあってね、豆乳って言ったらこういうもんだよ、そんなものは豆乳と呼ばないよみたいなことってあるんだと思うけど、やっぱ市民権を得られてるものの方が平準化してるってことだよ。そういう意味で言うと、この餃子はさ、もう市民権を得ちゃってるから平準化されてんだよ。だから餃子食べてうっかり、何これ中にあんこ入ってんじゃんとか、何これ中にキュウリ入っちゃってるよとかってことないもんね。まず本当は入れたっていいんだよ、あんなもん中に何入れたっていいんだよ、餃子なんて。だけど多分餃子っていうのは、まあ白菜にするか餃子、キャベツにするかって差はあれど、それほどね味に違いがないんだよ。なぜなら市民権得ちゃって平準化されてるから。でも一方でね、春巻きってね、そんなに平準化されてないね。うん、揚げ物だっていうせいだと思うけど、だからあんまり春巻きについてはそのばらつきがあってさ、特にさ、春巻きの冷凍春巻きみたいなもので、皮が厚いやつ、皮が多分あれ中のあんがしみれないように二重巻きになってるとか、まあもっと厚い、まあ、二重巻きになってるんだろうね。ああいうなんかこう中華弁当とかの端っこにとりあえずつけといたよっていうような春巻きと、皮がパリ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 っていう春巻きとでは、まあ当たり前だけど雲泥の差があるからね。だからこの春巻きについては、美味しい春巻きしか食べたくありませんっていうのは、だって全然違うもんって思うよね。あ、プリンもそうだね。プリンもプッチンプリンから、まあ家で作るようなプリンからね、お菓子屋さんで食べる、作ってるような焼きプリン、ちょっと前に流行ったパステルのとろけるプリンとか、だからプリンって一口に言ってもいっぱいあるから、あれもそうだな、あれ市民権得てるのに、なんかこう統一してね、ね、ないね。だまだ市民権、まだ甘いんだね。もっともみんながプリンについては、もう日本人はプリンって言ったらもうこれじゃなきゃダメだっていうのができると、そのね、信頼、みんなが安心して食べれるようになるかもしれないね。はい、次、彦坂さん、遠足の勧めについて、自分の人生は輸送だったってすごくきつい言葉ですね。まあ私は明らかに3歩進んで2歩下がるなんですけど、2年前のレモン遠足でしまなみ海道を通った時、今どの島を通ってるのか分からなくて、この道は島を味わい楽しむためではなく輸送のための道だと思いました。それはそれで必要なんだけど、寄り道のしようがない道ばかりでは息苦しい。レモン遠足で印象に残ってるのも、因島のお好み焼き屋さんとその向かいのパン屋さんだったりするし、いやこれでもね、短いコメントだけどとても頑張あるよ。
まず最初のこの自分の人生は輸送だったなってすごくきつい言葉だって書いてあるけど、いやまさにそうだね。これは俺が NHK からドラマ書いてくれって頼まれたら最後に渡哲也に言わせたいセリフだね。俺の人生は輸送だったかもしれないっていうね。そのぐらい昭和のドラマの最後にグッとくるセリフの一つだね。あとレモン遠足で島並海道を渡った時に、あの橋は輸送でしかないと思った。もう俺も全く同じこと思った。あれどこ走ってんだか全然わかんないんだもん。まもなく因島って出るから因島なんだなとか、まもなくなんとか生口島って出るから生口島なんだなと思うけど、どこ走ってんだか全然わかんないもんね。それで道が良すぎて安全運転を心がけようと思うから前しか見れないしね。そしてひたすらただまっすぐの道を走ってるだけでね。うん、まあ輸送も必要なんでしょうけどって、まあそういうことだね。だからそれはそれ、あそういうのがあってもいいんじゃないんだけど、あの面白くはないよ。うん、はい次、大畑くん。大畑くんももう短くてもいいからもう絶対返しますっていう意気込みがすごいね。変化と極端について、中庸であることは常々大事だと思っています。影山さんと最初にお会いした時そのバランス感覚に惹かれたことが働く動機になりましたし、今でもその思いは変わりません。井川さんもこうしてラジオでお話を聞いてると極端に思えるような振り幅を持ちながらいやだってさ、話を面白くするには極端なことも言わなかったらダメじゃないのね。だから面白く極端なこと言ってんのはね、極端なこと思ってるっていうよりサービスだよ、サービスね。みんなに喜んでもらうっていうサービス精神って言ってんの。井川さんも、極端に思えるような振り幅を持ちながら結論としては中庸に行き着くという感性が伺えて、まさに中庸な方だなと思ってます。ピンとキリを知ることで中庸を知れというのは岩畜にともお話でした。これ森重さんの言葉だね。はい次、遠足のすすめ横田さん、そろそろ遠足がしたいですね。あの3月に横浜遠足っていうのをやろうと思って、いるのでね、あのこのラジオ聞いてる人はあやるんだって突然言っていいのかしらと思うけど、あの突然行くのはあれだね、遠足に突然来てもね、あのその後仲良くなれるかどうかちょっと怪しいよ。まあ、仲良くなれる可能性も高いんだけど、あのハードル高いから、最初は お店のなんかどうでもいいイベントにちょっと顔だけ出して、まあ、最近どうでもいいイベント、あお店に行けばいいんだよね、レモンケーキ食べに行きましたとかつって、であのラジオいつも聞いてるんですけど、あの井川さんってお店とかいらっしゃるんですとか言って、あいたりしますけどいなかったりもしますって言われてね、あ何でもない、あ いつもラジオ聞いてるって、あの伝えといてください、それではぐらいのことにしといたらいいんだよ。名前だけさりげなくそこで、吉田ですとか言っといてね、なんか吉田っていう人が あの人来たんだなんて言ってるうちに、あの前に伺った吉田ですけどって言って遠足に来るといいかもね。何の話だっけ。ああそうそう、遠足が好きなのは普段とは違った光景、空気に触れることでいろんな気づきがあったり全然違ったことを考える時間になることです。あとは体を動かすことそのものが刺激になること、やっぱり足裏の刺激は全身に響くのでしょうね。そして遠足仲間の距離感が好き、大人は大人の、子供は子供のスピードで、急ぎ足の人、おしゃべりに夢中な人、それぞれのペースで緩やかな隊列で歩く、たまたま歩調のあった隣の人と話す、見つけたものを共有する、写真を撮る、一緒のものを食べる、一緒に笑う、なんかそれで元気が出るのです。いっぱい歩いて疲れてるはずなのに日本は狭くて広いなぁと気づかされますね。いやそうよ、だからうちの遠足いいよね、何の気もなしに、間口が広くて、あのイカヒコってね、間口が広くていいなって俺思うのよ。あの趣味の集まりっていっぱいあるじゃない、あのみんなでハーレーに乗ってるとかさ、ハーレーに乗ってドドドドドと隊列で行くとか、パン屋さん巡りとか、
そういうのはすぐに仲良くなりやすいよね。同じような感覚で同じようなもの持って趣味で話ができるんだから、お互いにその趣味を深め合ったりね、みんなでサウナに行くかとかのあるんでしょ。でもこれ一回彦って何ですかって、何でもないもんね。え、じゃあなんで集まってんですかって、なんで集まってんでしょ地域でもないしね。だけど地域みたいなもんだよね。地域ってそういうものじゃないね。まあだから学校で嫌な思いした人はあれかもね。そうやって無作為にさ、こう群れにさせられて嫌な、いじめられたりとか嫌な思いした人は無作為に集められたりするとね、なんかまたいじめられるんじゃないのと思ったり、みんなでね揃ってお弁当食べるなんて社会主義的で嫌だなと思うだろうけどね。うん、はい、次、味覚について、タック、サイゼリヤは人の食べ物じゃない、喉が異様に渇く、化学調味料だらけみたいなことを話していてみんなに嫌われてた。うん、なるほど。横田さん、味覚ってどうしてもコスパの概念が払拭できないと相対的なものになっちゃう気がします。価格が基準値、期待値の基準になるから、価格と美味しさが比例して当たり前という前提を持ってしまってるし、お食事会で井川さんの料理を食べてると、言ってしまえばただの野菜がとても美味しくて、それは超高級食材でもなければ3日間煮込みましたよみたいな手間暇がかかってる料理でもなかったりします。牛肉の方が高いから美味しいということでもないし、でもみんな数百円の野菜がこんなに美味しいなんてとか、牛肉より鶏肉の方が安いのに美味しいと思いながら食べてるわけじゃない美味しいものを美味しいと言って食べている、それがいいなって思うんです。日々のお弁当でも何を美味しいと感じるかのアンテナは鍛えられてる気がします。味覚だけじゃなくて視覚も聴覚も嗅覚も触覚も、まあ五感全てで味わってる。さらに情報も加わる。あの人はこれを特に美味しいと言ってたけど、なるほどわかるなとか、インスタを見てこうやって作られてるならきっとこんな味だろうと想像したり、そういうのは面白いです。ヨーグルトの話で思い出したのは、ネパールに行った時にバグタプルという町で食べたズーズーダウのこと。王様のヨーグルトと呼ばれてるそうで本当に美味しかった。日本に持ち帰りたかったけど、ヨーグルトの鮮度は保ちながらさすがに無理で、またいつか食べに行きたいです。食べてみたいね、ズーズーダウ。なんかズーズーダウって聞いただけで美味しそうだもんね。なんか、はい、次、じゅんちゃんのコメントです。まあ、じゅんはすごいね。これ聞いてる人で分かんない、じゅんっていうねコメントをついてるのがいるんだけど、俺は中じゅんのことですよ。このラジオでも紹介してる。もう意味不明なコメントついてたんだけど、やっとね、小学3年生くらいのコメントになってるよ今週。遠足多分全て参加してます。本当に楽しいです。毎回たくさん歩いて、今でこそお弁当を作って持っていくようになったけど、フライパンやカセットコンロを背負ってその場でトーストしてパンを食べたり、公園のお水でお湯を沸かしてコーヒーを入れたりなんかしたな。行く先を求めて決めてない遠足、寄り道だらけの遠足、だからこその出会い。出会いって人じゃなくて風景とか空気とかいろいろ感じる出会いがあるよね。毎回帰路に着く時にはとっても贅沢な時間を過ごしたなってしみじみしちゃう。次回の3月、参加したことある人もない人にも感じてもらえたらいいなということでね。うん、あったよ。もうね、仙川の近くの普通の公園にピンクのござ、ブルーシートって嫌なのよ、ブルーの色だから、青いのがね。まあだからってピンクならいいのかって話もあるんだけど、まあピンク のシートを何気ない、なんてこと、縦売りの家が並んでるところのにさ、ござ引いて、でペットボトルとか買うの禁止になってるから、一応この遠足は。だから公園の水をカセットコンロ持ってってお湯沸かしてコーヒー入れたりね。外ってあれだよね、案外ポカポカしてあったかいですねなんて、春だからあったかくていいですねなんて言うんだけど、そういうあったかい日に限って風が強いんだよね。だからもうブルーシートかなんかもう端っこの方からバーバーなんて風吹いてね、紙コップに入れてたコーヒーがそのままその力で吹っ飛んだりしてキャーなんていうこともあったり、もうなんか気づいたらお茶になんか浮いてたりね。うん、まあそういうことがね
面白いっていうことだよ。はい、次、じゃあ今週の音楽と演劇とカフェについてるコメントです。ポヨ、大学生の頃人類と音楽の関係性についてとても興味が湧き、先生に相談したところ、音楽療法の勉強をしてみたらとアドバイスをされ、音楽療法の本を読んだり講義を受けた、ことがありました。でもなんていうかよくわからない、私の理解力の貧しさだったのかもしれませんが、そういうことをやりたいわけじゃないと心の声が聞こえて、早々にその勉強をやめてしまいました。しばらくは作曲家の書いた曲を分析し、間違いなく演奏し評価をもらうということで勉強を続けました。それはそれで再現者と呼ばれる技術をほんの少しでも身につけられたことは良かったと思っています。でもそれは生み出しているわけではないので芸術家ではありませんでした。そんな悶々としている時に井川さんと出会いました。正直初めは趣味の一環と思ってましたが、そうではなかったようです。いや趣味の一環だよ今も、まあ、趣味っていうか、時代をいち早く捉えた風刺的な視野、ものづくりをずっと見ていて、こういうことをきちんと続けてやってる人がいるんだな、すごいなと思いました。噛めば噛むほど味わい深くなる当たり目のような感じで、井川さんの作品たちに出会ってから早い6年が経ちます。それと中華で油を使うのは暖房がないからという話の続きも聞きたいです。音楽舞台に関わらず全てにおいて暮らしと密接に関われてる気がしてなりません。まずは暮らしをしっかりしたいなと思うこの頃です。このね、どうしようかな、こう中華で油を使うって話っていうちょっと時間があれば後でする。なんす、大畑くんがなんかもう聞きたいって書いてあったんだよ。まず音楽についてねコメントを紹介します。星野さん、リズムの元が心臓の鼓動というのはまさにそうだったのだと思います。声を出したり笛を吹いたりするのは息や呼吸だから、それも体の音ですよね。そうだよね。音をたくさん出す場面ではお祭りが浮かびます。儀式や治療にも音は使われたと思います。あとは子供が遊んでる時に歌ったり何かを叩いたり、あるいはおばあちゃんが子供たちに恩恵を授けるためにわらべ歌やお話を語ったり、井川さんのなさってることはそういうものの現代版、大人版という気がします。心の栄養です。音楽を使って心に共鳴共振して解放して流して、そして元気になるんだと思います。そうだね、そういうことよ。はい、次、星野さんが、まあ星野さんもねこれも全部につけてくれてるからね、もう一つ紹介 しようか。この、星野さんでね、音楽と演劇とカフェについたコメント。今日はこのラジオをお昼ご飯を食べながら聞いていました。人によるかもしれないですが、食べたり飲んだりリラックスしてる時の方が意味やイメージが入ってきやすいなと思いました。聞くことだけに集中してる時より入ってきやすいというのは面白いと思いました。ライブはそこにいる人たちと時間と空間とイメージを共有すること、ゲーテ先生の音楽会でみんなで歌ったのは本当に楽しくて温かくて元気になりました。吉野さんライブでもみんなで掛け声をしたり、面白かったな。一人で音楽を聴いていたことで印象的だったのは19歳の時です。そろそろ就職活動という時でしたが、真夏なのにみんなと同じスーツを着て面接に行くという気にはどうしてもなれず、そんな自分を責めたり、じゃあ自分はどうしたいのか、仕事をするってどういうこと、生きるって死ぬって宇宙って何となってしまって学校へ行けなくなってしまいました。一人で悶々と音楽を聴いていました。その中でジョン・レノンのイマジンだけが体にスーッと入ってきました。国境がないってイメージしてごらん、所有がないってイメージしてごらんって英語なのに意味がスーッて入ってきたんです。答えやメッセージをもらったような、自分の中にある答えを見つけたような体験でした。家や車でかける CD の一つにケリー・ヨストというピアニストがいます。作曲はせずに演奏家で、ライブを一切しない方です。なるほどね。演奏は神に捧げており、それを録音したものを配布しています。聞いてるととても穏やかでクリアな気分になります。イヤホンやヘッドホンは下界と断ち切りたい時には使えますが、基本 BGM でかけて他のかすかな雑音や空気も一緒に聞くのが好きです。カメラの竹越さんと同じ感覚でしょうか。なるほどね、越さんの言ってることと、これでもあれですよね、星野さんのコメントを見てると、やっぱり星野さんって文字の人っていうか言葉の人だって気がするよね。言葉の人だから、むしろ
言葉じゃない、感覚みたいなものが大事なんだっていう風に言葉にしてしまうっていうパラドックスがあるかもしれないね。はい、次、みっちゃん、面白い面白いですよ、こういう話大好きです。ご存知のように私は民謡をやってますけど、大工も歌うし、ジャズも歌うし、ロックもシャンソンもポップスもボサノバも歌います。全部言わなくたっていいんだよ。家の中でですけど、かなり本気で歌います、朝でも夜でも。家の中で本気でロック歌う人ってどんな人なの？民謡は20年ぐらい前はコンクールに何度も出たりして結構本気でやってたんですけど、やればやるほどいろんな他の曲にリンクしてくる感じがあって、他のジャンルの歌も歌いたくなる感じだから、民謡っていうとみんなにふーんとかあんまり興味ないって言われるととっても寂しくなっちゃいます。共通項はたくさんあるのになって。なので今日の話はめっちゃ面白いです。はい、いいと思います。あのテンション低く言ってるけどとてもいいですよね、本当に。はい、次、大畑くんもつけてるね。まあ、あとは星野さんがもうどれにもついてるからね。あ、いいんですよ、とっても。やっぱりね、音楽について、まあね、こういろいろ言ってるんですけど、ちょっと違う人のコメント読んでみようかな。山田明さん、僕は存じ上げませんけど、音楽と演劇とカフェ、1回目は当たり前の話だったんで、井川さん何言ってんだろうと思いましたが、3回目は思わずいいねボタンを押してしまいましたし、4回目のお話は最高でした。私はレゴで作ったスマホスタンドで、家族にも聞こえる空間で聞いている変わり者です。時々かみさんにも、今日は井川さんがこんなこと話してたんだけどさって会話してます。かみさんも、井川さんって誰って感じなの。井川さんとは初対面ですらないんですけどね、面識すらないんですけどねってことだよね。井川さんがゲーテの野原の発音を教わってる YouTube、 懐かしいね。それ1年半前に見つけて、そっからアーカイブを聞いてたら今に至りました。井川さん最高だって。どんな人だよ。でも嬉しいですね、こうやって知らない人にね、こうやってつけてもらって。ではもう一つ、じゃあ藤田さんで、学生時代に受けた授業で芸術学という忘れられない授業がありました。短い時間だったので学びきれるものではありませんでしたが、唯一一冊だけ残していたノートを読み返してみると、そこには井川さんのお話と重なることが書かれており、やはりそうだったのかと、埋蔵経典を掘り起こした気分です。埋蔵経典っていう四字熟語かと思うよね。ミュージックという語源はギリシャ語のムシ系から来ており、9人のムーサと呼ばれるミューズの女神が、人間と協力して作り上げるものであり、神がかりの状態で初めて生まれる、そのようにノートには記してありました。パフォーマンスとは上演すること、人前で人が何かをすることであり、音楽、朗読、詩の朗読だね、舞踏、演劇が無視系と重なるとしてあります。またギリシャ語のシュンボジオンは、共演という意味で、英語ではシンポジウムにあたるそうですが、共に何々を飲む、時間を共有することと小さく箸書きしてありました。お経や聖歌にも触れてましたが、時間を共有するのは聖者だけでなく、死者や神とつながり、この世とあの世の境界の幕を取り払わずして更新する手段としての音楽の役割を思いました。こうした音楽を含めた様々な時間、芸術を共有する場としてのカフェ、それは私がかねてより長く待ち望んでいるものです。私にとって豆彦は単に一人でゆっくりしに行く喫茶店ではなく、豊かな時間を共有でき、なおかつコーヒーや食べ物も美味しい空間としての位置づけがあり、深い部分で同じ夢を見て同じ場所を目指しているような気持ちがいつもあります。
遠いのでそう簡単には通えませんが、それでも微力でもそこに関わっていきたいという思いと夢が私にこのお便りを書かせているんだと腑に落ちました。ねえ、真面目だね。こうやって真面目にみんな書いてくれてんだよね。まあとてもいいと思います。他にはあ、渡辺さんも、渡辺美幸さん、いやこれはミーウィーの方についてるコメントですけど、20年以上前のことですけど、バンドを組んだりライブをしたりしていたので、ライブって何のためにするのだろうとずっとモヤモヤしてました。それからずっとミュージシャン仲間に話を聞いたり一人で考えたりしてきたけど、モヤモヤのままでした。そんな中でこの間の吉野さんのライブを配信ですか拝見して、今まで見てきたライブと何かが違う、私が音楽だと思っていたものと何か違う、これは何だろうと思ってました。そして今回の音楽と演劇とカフェ全4回シリーズを聞いて、そういうことだったのかと雷に打たれたようになりました。私の行動や考え方の癖がどこから来たのか知れて、世界をもう少し広く深く見ることができて、じゃあこれからどうしようかっていうことを力強く考えていけそうです。今回もお話を聞かせてくださってありがとうございました。真面目だねみんな。はい、次、サチエアズビーさん。同じ価値観の人と同じ空間で同じことを共有する、ふとこの1年でそんな機会をいくつ失ってしまったのかなと考えてしまいました。みんなの顔を見て会話して一体となって楽しく過ごすあの時間、そんなのが心の栄養につながっていたのかもしれません。そして何事もタイミングだったりして、その時のその場は一期一会なんですよね。なるほど。まあこれ聞いてない人もいるからね。まあ聞いてない人はこれお便りの回聞いてないかもしれないけど、音楽に限らずね、演劇にしても、まあ映画にしても、まあだから今の時代ほど人が人のことを嫌いになってることはないとも言えるっていうのかな。まあ自然っていう脅威がないから、脅威がない分、むしろ脅威は人間だったりするからね。自分ってものを守るために、アニメに逃げる、ゲームに逃げる、っていう自分っていうシェルターを守るためにエンターテインメントが使われてるってことだよね。でも本来の、音楽、まあそれこそミュージックだったら虫系から来てる、ものからすると、みんな、世間自然界に対する脅威があるから、自分たち人間は、群れて生きようっていうことからね、その時間と場所を共有するために音楽があり演劇があり、まあ本がありっていうことがあったとすればね、まあ今ほど分断の材料に音楽や演劇、ましてやカフェもね、みんな紙コップで持って好きなとこで飲めるっていう風になると、分断の方に行っている。でそれはどうなのかなと思っていて、そういうものから、をね、そういうものの本来持ってる力を取り戻す機会を、まあささやかながら、自分の店を使ったり、自分の店の周囲を使ったりしてやっていると。でも実際それが、あ、いいですねって言ってくれる、こうやってねコメントを送ってくれてる本当にごくごく少ない人たちはそういうことを感じてくれる一方で、多くの人は何やってんのか分かんないと、それって何ですか、オーナーの、道楽ですかっていう感じだよね。でももちろんオーナーの道楽って遊びは遊びよ、こんなの。なんか音楽の力を取り戻すためにやってる、その社会活動ですっていう気なんかないのよ、全然。ただそういう面白さも一側面にあるんだから、そういうの知ってるっていうことだよね。でそれは、あ、面白いですねっていう人だけが一緒にだろうっていうだけのことなんだけど、みんな真面目だからね、これ何のためにやってんですかと、なんかそれって何か意味があるんですかと、それってなんか騙されてんじゃないですかとかって、もういちいち考えてんだもんね。まあいいと思う。まあこの辺にしようかな。あ、もう一つね、
昨日ラジオ瀬尾さんの収録だったんだけど、瀬尾さんの収録でね、読めなかったのがあるんだよね。読めなかったっていうのはね、これは井川さんに当てたっていうお便りが来てたのよ。これラジオ瀬尾さんにね、来てる瀬尾パンダさん、今回は井川さんにではなく瀬尾さんにではなく井川さんにメールをします。私はフリーランスで仕事をしている独身のものですが、コロナで人に対面する機会もガチで減り、仕事もプライベートも一人で過ごす時間が大変多くなっております。ラジオで瀬尾さんがコロナによる独り身のぼやきをされるたびに大きく共感するとともに、この番組、そして井川さんがこのタイミングでいてくれたことは瀬尾さんにとって不幸中の幸いではないかと、2人のくだらないやり取りを聞きながら感じています。我々中島みゆきファンにとって瀬尾一蔵はなくてはならない、まだまだ現役で活動してもらわなければいけない存在ですから、コロナ休業でくたばってしまわぬよう、井川さんには見守り役としてしつこく瀬尾さんとお付き合いください。ところで中島みゆきさんは実在する店の歌をいくつか作られていて、その場所へ訪れるファンが少なくありません。北海道札幌市にある喫茶店ミルク、現在は移転し店名も変わってしまったかつての喫茶店ライフ、東京下北沢にあるバーレディージェーンなど、ファンが何かの機会に立ち寄る聖地になっています。2018年に渋谷オーチャードホールで行われた夜会工場ではカフェ豆彦に立ち寄ったファンもいました。あれから数年、井川さんはみゆきファンにも認知されてきて、今後夜会やコンサートのために全国から上京する際、豆彦に行ってみたいファンが増えていると予測されます。私も次回はそうしたいと考えているので、お店も末永く続けてくださいませ。最後に、このラジオは中島みゆき本人にバレたら終了だとよくネタにされていますが、万が一終了することになったら、その後は井川さんと中島みゆき本人による番組ラジオみラジオみゆきさんを始めてほしいなと思っております。そしていつか豆彦という歌が作られることを期待してっていうね。まあね、もうだから瀬尾さんもね、直接会ってる時は言いませんよ。まあなんて言ったってね、もう絶対言ったら聞かないっていう感じだから。だけど昨日もね、レトルトのカレーの激辛買って、箱で買ってどうだとかってね。まあやっぱりそれはね、瀬尾さんも僕に甘えてんですよ。だからなんかね、食生活だけでもとかね、まあいろいろ、なんなら遠足に誘っちゃおうかなとか思うんだけど、やっぱりそれはね、男の人はいたわられるとき、の人はいたわられるとき、の人はいたわられる。